おお願いいいいいいたたしまますす、はい、今日は株価についてお話を伺いたいと思いますえアメリカの株が上がり日本の株が下がるという話先週していただきましたがこれから先、日本の株が上がると先生おっしゃっていらっしゃいますがなぜ上がるとお考えなのでしょうか解説をお願いいたします。<laughs> そうです、ね、まあ、あんまり株のことについての予想の <laughs> お話をしますと、えーまあ、なんていうんでしょうか、ご迷惑がかかったりなんかする、まあ、そういう危険があるので、えーまあ、単なる私の考えだということで、聞いていただきたいんですが。 えまず、この時間でもよく何度かお話ししましたけども、株価を考える場合ですね、その基本というものをしっかり頭の中に入れとかないと、いろいろその日限りの情報とかですね、いろんな情報が飛び交いますけども。 おーそういう情報で右往左往するのではなくて、その前にです、ねえー、株価というものは何かというその基本をです、ねえー、頭の中に入れて、えー、その上で,です、ねえー、いろんな情報を,を分析すると、まあ、難しい話ですが、まあ、いろんな。 情報が出てきますが、これはこの基本の中のどの部分かというふうにです、ね、考えていく、それがまあ正しい株価、あるいはまた経済の見方ではないかと、で私がこの時間でもたびたび申し上げました、基本はですね、まあ、おこがましいお話ですが、増田敏夫の おー株式市場、たらい論というのが、たらいというのはあの水を入れるたらいのことですね、たらい論というのがありまして、たらいの中に水があって、その水の中に魚がいるという話なんですよ、でこのたらい、そしてその水、それからそこで泳いでいる魚と、これが経済の基本だという考えなんですね。 たらいっていうのはまあ株式市場と考えていいですね、そこに水が入ってる、これがまあ資金ですね、お金が入ってるわけです、えーまあ、それをまあ水というわけですね、その水の中を魚が、まあ、泳いでいると、お魚が存在しているということなんですね、で魚は経済で生き物ですから、えー、物を食べないと生きていけないわけですね。 えー、すなわち餌が必要なわけですねでその餌というのは、あいわゆるこの政府が公共投資をしたり、えーまあ今度は、今回はコロナの救済ということで、安倍内閣のころは100飛び8兆円でしたかね、えー、というお金をこの放出すると、そして日銀がそれを支えるために、ですねほぼ無制限と言っていいほど、 金融緩和をするとでお金を出したばかりではいけないんで、お金,のお金をこの軽くしてね、ね軽くして金がどこへでもひょんひょんと大量の金が動けるようにするには、金利を下げなければならない、金利というのはお金の重さですから、でこれをゼロ、またはマイナスにするという政策を取ってるわけですね、でそれが今日なんですよ。 おで、えー、アメリカも日本もヨーロッパも基本的には同じ、えー、政策、財政政策、財政政策っていうのは財政出公共投資をにどんどんお金を使うということ、が金融政策っていうのは、あ量的金融緩和あ、お金の量を増やす、質的金融緩和っていうのは、その公定度合いを下げる、金利を下げると。 いうことですね、えーまあ、日本の場合は、あ短期の場合はあマイナス0.1%、長期の場合はあープラス0.1%というふうに決めて、ですね、えー、市場動向でこれが動き始めると、イールドカーブ,ドイールドカーブコントロールといって、えー、日銀があこの債券市場に介入して、えー、今言ったあマイナス0.1%、プラス0.1%、これが動かないようにですね、 調整をするこれ,のこれをイールドカーブコントロールっていうんですが、あそれをやっているというのが今、現状なんです、アメリカもヨーロッパも全部同じです、ね、でこういう中で、ですね今、それぞれの経済というのが動いているわけなんですが、えー、なんでアメリカの株がこのところ、年初来高値、あるいは史上最高値、これをどんどん更新しているにもかかわらず、 えー、昨日のお東京株式市場を見れば分かる通り、2万9000円終わって、2万8000円,円台に入って、しかもどん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 下がって、2万8300円、2万8400円、500円と、ですね、まあ、終わりは2万8610円でしたか、まあ、600円か500円か、その辺でですね終わったわけなんですが、それにしても、ですね、えー、先週、先々週からです、ねえー、1000円以上、 日経平均で下がっているとアメリカの方は、下がったと言っても、ですね200ドルとか300ドルぐらいで、ですね200ドル、300ドル下げると、翌日はですねそれ以上に上がるということですから、鳴らしてみればどんどん上がってるわけですね、日本の方は鳴らしてみるとどんどん下がってるんですね、でなんでこういうことがですね起きるのかという話なんで、そこでたらい論なんですよ、たらい,たらいの話ですよね。ね でアメリカの方のたらいはです、ね、日本よりも水、えーまあ、かさが多いわけなんですよ、ねえー、日本が金融緩和をやってる、アメリカが金融緩和をやってる、アメリカの金融まあ、仮にです、ね、アメリカの金融緩和と日本の金融緩和が同じとしましょう、ね、仮いや本当はアメリカの方が多いんですけども、まあまあ、あ同じとする。ところがです、ね、この魅魅力力ですよ魅力 つまりアメリカ経済と日本経済と比べてどっちが魅力があるかという話なんですよ、その魅力のある方に世界の資金が移動するんですよ、ねうん、だから世界の資金があー移動する、極端な言い方をしたら、日本から資金が出ていってアメリカの市場に移動するということになると、日本の方の株は上がらない、下がる、えー、そして日本の資金がアメリカへ行ったアメリカの方の株価が上がるという、こういう現象が起きるんですよ。ね えー、でなんでアメリカの方が魅力的で、日本が魅力的でないかという話、これをしたら何時間もかかる、もう数えたらきりがないぐらい、アメリカの方が魅力的で、日本の方が魅力的でないんですよ、だから何が魅力的でないかということをですね数えたら、それはもうきりがないぐらいあるんですけれども、おまあ、それ、いちいち言っても始まらないんで、まあ、この時間。 ね、この時間でお話ししましたように、えー、昨日あ,あバイデン政権は100日を迎えたわけですね、そしてアメリカの成人の16歳以上でしたかね、16歳以上の人はどなたさんも全部ワクチンが接種できる、えー、状況になったわけですね、日本はどうですか、えー、日本の16歳以上の成人の方、ワクチン接種は何人されてますか、うん、もう言うまでもないでしょう、月とすっぽんぐらい違うんですよ。 うん、ですから、お金、資金はですね、えー、そのアメリカの方がアメリカの方に行っちゃうんですよ、うん、日本にいるとあのコロナウイルスにかかって死んじゃうかもしれませんからね、アメリカ行くともう16歳以上の人、みんなワクチン打ってるわけですから、安全なわけですよ、ねえー、やっぱりお金も信じたくないんですね。うん、だから アメリカの方へ行くと、まあ、ちょっとひどいお話で分かりにくいかもしれませんけれども、つまり金というのは、ね、資金というものは、えー、魅力のないところから魅力のあるところへ移動するという、こういう原則があるということなんですよ、えー、それに増田利夫のこのタライロンというものをですね基本として考えれば、ああ、なるほどね、それなら日本の株は下がる。 えー、そしてアメリカの株は上がる。ところが最近、私はこれから日本の株価はバブル化するとこう言ってるわけですよ、なぜか。で、日本の株が上がるには、たらいの水が増えなきゃいけないわけでしょ、たらいの水を増やすのは誰か、日銀ですよね、だからもう一つ、故意に餌をやったり、魚に餌をやったり、財政出動、ね、これをこれから始めるわけですね。菅さん安倍さんん安倍と お財政出動の予算は通しましたけれども、日本の場合はそれが、あ地面にお金があ来るのが遅いんですよ、時間がかかるんですよ、アメリカは大統領がサインしたら翌日、金になるんですよ、日本は国会を通っても、お皆さんの手元にお金が入ってくるのに、いい加減時間がかかるんですよ、ところがそれが今、これからだんだん金が入ってくるんですよ、ね、そして日銀もですね、うん、FRB に負けずに、どんどんお金が出ていくんですから、 日銀もお金を発行して供給しないと、政府が金払えませんね。ということで、たらいにですねこれから遅ればせながら、これからどんどん増えて、水が増えてくるということになるんですよ。だから私は今までずっと下がってきたけども、これから日経平均が上がり始めますよというのは、ここに根拠があるわけです。マスター先生ありがとうございいますはい 松田俊夫先生への質問を募集していますラジオ盛岡の送信フォームよりお送りください松田俊夫の逆手で勝つ日本復興のためにでした